霊岩群長霊岩群は、韓国全羅南道にある軍、二遊救命を有する。王日都市のゆかりの地としており、毎年桜の咲く時期に和に文化祭を開催している。九だ羅のガツナ群。白木に統一された後、慶徳王の十七年、寒風に霊岩群と改称された。高麗時代には、西州の十五年に、南州安南都護府が置かれたが、千十八年に、 サイドレーガンと解消された。朝鮮時代にはレーガン軍は南海岸の島々を管轄していた時期もあったが縮小し現在の範囲となった。1979年5月1日にレイイワズラがレーガン優に昇格2003年5月1日に三個面が三個優に昇格しこれにより軍内の行政は二優救面となった。 旅客鉄道路線は通っていない。木浦市に隣接する三古有に、現代三古重工業が本社及び大型造船所を置く。大仏国家産業団地も同じく三古有に置かれており、主に現代三古重工業の下請けを担う、中小企業が密集している。そのため、同企業の所在地の三古有及び通勤者が多く居住する。木浦市は、 現代参考重工業の企業城下町とも言える。上記の韓国インターナショナルサーキットを中心とした大規模な都市計画を打ち出しており、同グランプリの主催者兼運営者である韓国オートバレーオペレーションは2021年までにサーキット一体をモータースポーツと観光を主体とした都市に発展させる構想を持っており、この都市計画の総額は16億7000万ドルと、 言われている。周辺の都市計画化工事は2011年後半に施行開始を予定している。ありがとうございます。